いや、嬉しいですよね。地方公演は、毎回こういう全国ツアーとかの時は、物販ね、買ってくれた方のとこ行って、写真撮ったり、サインしたり、握手したりとか。で、ちょっと時間がない時は、あんまり写真だ、サインとかできないんだけど、やって出てくるんですけど、そこでやっぱこうね、触れ合い、ね、すごい。俺、一人、設楽さんはどうだったか知らないけど、ハグ大会になったじゃないですか。ハグしてくださいって言って、あ、いいですよって言って、夜の部だったかな、一回ハグされた時に、首元にちょっとキスされて、俺そんなのなかった、すげえ。返されてるの。マジで。俺一回肩が思いっきり当たって、俺は顎が砕けそうになったことある。テンション高くて、ハグで、ダーンってなったけど。ええー、すげえ。何しろ、ええと思って、俺もその時。ええー、何それ。いや、ハグ男の人？男じゃないわ。女性。女性が？俺より若いぐらいのね、30代前半ぐらいかなって俺は思ってんだけど。マジで？うん。すっげえ、ないよ、そんなの。そう。ハグっちゃって、まあ、だってそんなグーってするわけじゃないんだよね。ちょっとまあ、間もぐらいだけど。背中ポンって叩くんだよ。あれが、その方、ちょっとグッて来るなと思ったのよ。で、この首のぐらいまで顔が巻きついてきたから、あ、すごい殺して進むなと思ったら、音がしたから、と思って、あ、へえ、チューしたと思って。すごい、俺ないよ、そんあ、なかった？俺びっくりした。相当好きなんだろうね。どうしよう、どうしよう、でどうしもよう。ライブ終わったばっかでさ、俺思うんだけどさ、すっげえ汗かいたりとかしてるから、そう。ハグとかしていいんだけどね。せーそうの。そうそう。なんか、誰し汗よ。臭えとか思われるんじゃないかなとか思いながら。ね。俺なんかすげえ思ってる、それ。ベタベタしてて、顎さらしてくださいっつって、触った時にすげえベタベタしてるから。そう。なんだろうで、な。2時間ぐらい動いてさ、喋ってっからさ、なんか、汚いって思われたらすっげえだなって。でもなんか、あれ超笑って。井村さん。何？何？なかったもんね。いや、俺なんじゃなくて、大倉言ってたじゃん、後輩がさ、あれ、超笑ったとか、超、なんだよ、そんなこと言わなくていいんだろ、みたい大倉ちょっと言って、説明して。なんだよ、そんな話。すげえ、日村さん、かわいそうなんだよね。今回、永井が、サッカー永井、永井ファンは。資料用の VTR を回してたんですよ、デジカメで。事務所にあるデジカメで。はい、公演中ね。公演の一番後ろの席から撮ってたんですけど、その、長いの2個隣ぐらいにいた女の子が、始まった瞬間に、日村さんが、俺が言板つきから始まるじゃないですか、オープニングのネタ。それ見た瞬間に、リアルなちっちゃい声で、気持ち悪い。そんな女が言って。でも、すごくない？そんなさ、お金払ってさ、見に来てさ、日村さん、まずへこむよ。その後、しばらくしか設楽さんが出てくるコントですけど、設楽さんが出てきた瞬間に、かっこいい。同じ声のデカさで。リアルなの。全部言うんだ、その心の声をつぶやいちゃう。俺はそれよりも次のやつだよ。次の。それはまだいいこのれは別に俺今そのために言ったわけじゃなくて、笑っちゃうけど、それも。これも面白いんだけど。売店で、毎回全国ツアーの時はそうですけれども、握手会があるじゃないですか。でもその時、お客さん知らなかったっぽくて、そうですね。あれ別に、突然出てくし、全員にしてるわけじゃないね。まあ、それ先に帰っちゃう人は。バナナマンが突然出てきたじゃないですか。その瞬間みんな、おーっつって、握手会、物販を買われた方には握手がありますっていうような感じの説明をやった時に、帰る男の人、男の若い男の子が、日村なんかと握手したくねえよ。それはさ、ライブって言うんだ、華やかな気分の時に。それはさ、でもそれは大倉が降ってきたんだね。日村さん、ライブ終わって、すっげえ、ヒロさんの悪口を言ってましたよっていう話から、それ来て笑っちゃった。それはひどいよね。2個目はちょい傷つくやつじゃん。1個目はまだギャグの息でいけるけど。そんななんか、握手食べねえよな。これを大倉言わしてるくせに、この後に超フォローに入る。大倉のこの大倉マジックって。何なんだよ、それを。笑っちゃったな。面白いつ。でも